ロシアワールドカップがあるからロシアだし、AC ミラン、うん、憧れなだけなわけですよ、うん、だからもう次は今後の本田選手の動きどう見てますか。その何がうまいなって言ったかっていうと、すごい戦略的にいろんなところのリーグに行ってるんですよ。そうですよね。だからロシアに行った時も、うん、なんでロシアって思ったけど、うんうんうん、まあ、ワールドカップがあるからですよね、うんうんうん、で俺はワールドカップに日本代表として出て活躍するんだっていう壮大な前振りですよね、あれね、うん、意思表示みたいなもん、ね、そう、意思表示だし自信もあったんだろうし、うん、やらなきゃいけないっていう目標もあったんだろうね、うん、だ実際ロシアで大活躍したし、うん、僕ちょうどいたんですよ、うん、エカテリンブルグってところに行ってた時に本田圭佑が同点ゴールして、さすがだよねっていう、だからそれ以外ももちろんだから、うん、AC ミラン、うん、でもみんなそういうところを目指すじゃない、うん、みんなヨーロッパリーグをね、うん、出しますもんね。だからそれは全く戦略はないんだよね、うんうん、まあ、憧れなだけなわけですよ、うんうん、だけど彼はすごい戦略的に動いていて、うん、ロシアワールドカップがあるからロシアだし、まあ、もちろん最高のリーグでもう最高のチームで戦うってこともやったし、うん、その後はもう一線級では無理なんだけど、メキシコとかオーストラリアとか、うん、中南米のマーケットはもうこれで抑えたわけですよ。なんかもう全大陸を回ってる感じがするね。そうで、東南アジアに関してはもうね、うん、カンボジアの代表監督にもなったし、うん、だからもう次は中東みたいなドーハとかさ、うんうん、その辺でプレーしそうだよね、うん、アフリカとかさ、うんうん、全然あり得るでしょ。で彼結構チームも持ってんすよ。ね、ウガンダだっけ、ドイツとウガンダと、ね、ああ、ウガンダだ、そうだ、ウガンダ、はい、だから実は結構カバーしてて、うんうん、世界的に超有名なんですよね、うんうん、だからビジネス、将来本田選手とビジネス、いや、もうやってるんですよ、うん、うちのロケットの会社出資してくれてて、あ、そっか、かなり前ですよ、もう2年ぐらい前かな、うん、もう即決でしたね、うん、出資しますでそれから結構 LINE で、いつも LINE でやり取りしてるんですけど、うん、なんかいい投資案件ないですかみたいな。だ今度本田圭佑の投資先を集めたミートアップがあるんですけど、来月かな、みんな意外と知らないけど、うん、原子炉の会社とかに投資してんだよ、言っていいのこれ第4世代原子炉みたいな、ビル・ゲイツとか投資してるような、ビル・ゲイツが投資してる会社じゃないんだけど、うん、別の会社かな、とかにも投資してたりとか、うん、結構幅広いの、うんうん、しかもテクノロジー系にも結構投資してて、うんうん、ね、プログラミングの会社にもねされてますしね。あと結構サッカースクールとかもすごいことになってて、うん、なんか日本全国に相当数あるんだよ、うん、2年前かな、あれオーストリア行った時って、あの時の時点でそれぐらいのことを言ってたんで、今もっと増えてんじゃないですか、うん、だから僕もちょっと全貌わかんないんですけど、うん、でもなんかすごく彼の影響で周りの海外組のサッカー選手はなんかいい感じになってきてますよね、うん、だからいわゆるなんか昔のスポーツ選手の副業とかじゃない、うん、なんかだいたいラーメン屋とか作って失敗したりとかするじゃないですか、うん、なんか割と最近ビジネスマン増えてきたな。そうですよね、うん、飲食に行ったりとか、うんうん、だからそこはいい影響を与えてるんじゃないですか、うん、自分を必ず印象付けるような格好、例えば腕時計を2つつけてこうやって歩いてみるとか、そういうその、まあ、見た目をすごい考えてますよね。そこまでセルフプロデュースしてる人って少ないですよね、うん、だからスポーツ選手ってそういうとこいい加減だったりするじゃないですか、はい、普段着がなんかちょっとヨレヨレだったりとか、ジャージ着てたりとか、はい、っていうようなところもすごく考えててすごいなと思います、うん、